徳島、徳島、23、23、21。キャプテン。いや、もう、お前みたいなやつにガチャガチャ枠使ってるほど今うち余裕ねんな。勘弁してくれよ岡村ガチャガチャ枠行く？もう、こういう流れ悪い時のガチャガチャちょっとよろしくないんよね、本当に。岡村行きますか、じゃあ。本日のガチャガチャ枠、じゃあお前ね。じゃあお前な。お前も来て当たり前だから。で、ガチャガチャ、岡村くん。はい !237! これはちょっとゴッドフェス成功じゃないですか、これ。いいよ、岡村くん。右側次第ではあるけども。チャンス C、対左 C、怪我しにくさ A。走塁 E、走塁 D、思いやりあり。全然いい。走塁ぐらいでしょ？いや、全然いいぞ。サードいけるぞ、これ。いけそう。悪くない。君いいね。素晴らしい。これ、大当たり。全然サードいける。これめちゃくちゃいいわ。めちゃくちゃいい。いや、お前ちょっとレギュラーだわ。慎重打法、積極守備、素晴らしい。まあ、岡村なんかあげるか。岡村ちょっと期待してるから。ローボールヒッターとかあげとく？カバヒー、まあ、4冊あるけど。インコースヒッティングとかあげとくか、とりあえず。インコースヒッティング、岡村ちょっと頑張ってほしいからね。インコースヒッティング。まあ、じゃあパワーヒーちょっと積んどくわ。パワーヒーだけじゃあんまりならないんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。プルヒも欲しいんだけどね。じゃあパワーヒーちょっと積んどくわ。もう岡村、まあちょっと難度上げて、まあ、ここから頑張ってくれればもういいです。え、いや、いいね。岡村いいね。いいよ、落ちる。いや、この2アウト3塁で1年生が打てる。えらい。いや、いいねえ。岡村ちょっといいな、期待しているよ。いいよ。回る。いいねえ。それタッチアップいける。えらい。対左 D。やめてよ、本当に。ちょっと打てなかっただけで。将来有望なんですから。ふざけんじゃねえよ。いいねー、それそれそれ。1年生4番頼むな。岡村はちょっと早めに背負わす。オッケー、いや、いいねー。岡村いいねー。チャンスあげて。オッケー、いや、いいねー。1年生4番岡村マジでいいなー。おっ、いや、走って、うわー、逆境丸。いや、岡村頑張ろうな、頑張ろうな。走って、いやいや、はい、こんなノロノロ増球で刺される。ああ、ダメだ、やばい。シャチャンス終わってるわ、終了です。岡村、岡村、岡村、岡村。対左2とかいける？やれる？お、いや、いいね、岡村。1年生4番。オッケー。うわ、それ取れるんか。ショートうますぎるやろ。どこ振ってんのよ、お前、ほんと。やめろ、野球。バカじゃねえの、お前、ほんとに。いらねえわ。オッケー、いいね、入るやろ。どてー、いいなー、素晴らしい。さすが4番だ。
お、うちの岡村がやれるから。そっちー、かっこいい。さよなら満塁ホームラン、4番が優勝。お、それはかっこいい。お、はい、ありがとうございました。さすがですわ、うちの4番。え、プルーヒー、あ、プルーヒーだけ、あ、でも、うん、ありがとうございます。いや、プルーヒーでかいよ、プルーヒーはでかい。そっちー、かっこいいわ。よ、4番岡村、マジでいいな。男の中の男。お、こいつがまだ2年生というのがもう救い。いやー、岡村ちょっと頼む、4番として頼む。4番として頼む、マジで。うわー、もう、あー、なんかダメだ。あ、やばいやばいやばい。やばい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 。もう、なんかもう負けに慣れてきちゃってる、これ。よくないよくない。さあ、代表帰ってきました。ちょっとマネージャーちょっと目怖いんだよね。第2位。よしよしよし。いいよいいよ。いいぞいいぞいいぞ。岡村せめてベスト9かなんか持ってきてくれ。岡村くん、3番サード。最低限ベスト9。あまり目立った活躍はなかった。はぁ、張ってんだから。そっち !4 番はこうじゃねえとな。あ、場外、素晴らしい。4番はこうじゃねえとな、岡村。さすがだわ。やっぱお前なんだよ。要はお前なんだよ。どう考えても。いやもうこういう場面をさ、なんとかするのが、岡村の仕事やからな。一振りで片付けするのは対左 B やろ。ここやで。どてー、そうじゃねえとな、助かるぜ。うっ、さすがだわ岡村、そうじゃねえと。うっ、どてー、岡村個人軍です。うっ、助かるわ、助かる、それ。うっ、完璧。岡村に頼むしかない、どうやら。完璧だわ、フォローすれば。やっぱ世界に経験して、世界旅行を経験して強くなりました。待て、同点、さすがだわ岡村、信じてた。うん、こんなとこで負けるわけにいかねえよな岡村、マジで偉い。そっち、さすがだぜ岡村、こいつマジいいよな本当に。お前に救われてる試合が山ほどあんだよ。岡村に全てかかってる、ほんと。すまん、こういう場面ばっかりで。ね、入る？取るなよ。あー、アウト！あー、もう岡村でアウトならもうしょうがない。もう、ちょっとこれ、先般鳥山説あるんだけどな。せっかく勝ったのに。ちょっと待って、めちゃくちゃ飛んでるよ、これ。入ってるよ、これ。おっ、さすがですわー。もう岡村ほんとええわー。うっ、言っても129か。うん。はい、20点目ね。はい、素晴らしい。岡村が今14本59打点でしょ。いや、ようやってるわ。岡村ようやってると思う。そっち、あっ、いやー、もう岡村様々ですわ。こいつはほんとこういう大事な場面でやってくれんのよ。マジで。やっぱり岡村。やっぱり岡村に限る。そこライナーでぶち込めるのデカすぎるやろ。お
ナイスバッティング。いいね岡村。いや岡村マジでいいわ。お、さすがだわ。さすがの一言。岡村いかしいわ。さすがだわ本当に。君には頭が上がらん。お、岡村ガチエグい。お、マジでこいつはいい。完璧なんだよね。いやいやいや素晴らしい。オッケー、最終の久しぶりの日本一、ここから福島を抜けていきたい。久しぶりの日本一、本日のタイトル回収完了。いいね。4割7分1厘5本16打点。うん、助けられたわ君には。君に助けられた本当に。17本67打点結構やってるもんね。オッケー。あ、タンダの方で、今日はヒットの方で解決していただけると助かります。オッケー。よし、ハツキ回れない、回る。いやもう結局全部岡村さんが解決してる。お、助かる、本当に助かる。ヒットなら3本までいけるんですね。ありがとうございます。ハツキに助けられてる。オッケー。ああ完璧、久々に長打出たな、助かる。お、さすが解決屋岡村、完璧。そして第20号はい帰ります。いやーさすがですわ解決者岡村さん。お、この夏一本目ここで出る、素晴らしい。ああもうさすがです、そこでしっかりとタイムリーを。あれです、さすが解決し、困ったら岡村に頼むのが一番いいから。さすがですわ、結果で示すの素晴らしい。うわーそれ取ってくる。ちょっと詰まってる、詰まってる。あーもう最低限ね。よしチャンス D! そんなわけないんだけど、ちょっと最後の夏、度調整食らってんだよな、岡村さんな。そんなわけないんだから、もう、今まで、チャンスというチャンスの場面で、土着そ打ってきてんだから。もうちょっと、当たりがなんかしょぼっちんだよね。2割8分6厘4打点。いやー、ちょっとなんかね、泥沼ハマってきちゃってる。そんなわけないんですよ、これ。はい、さすがですわ。さしろ、ちょっとバタバタしましたけれども、岡村は土調整食らいましたけれども、なんとかラスよいしょ。岡村633、ありがとう。君に救われた試合が何試合もありました。対左ビー、安倍比、パワー比、プル比、逆境までインコースヒッター。あら、安倍日持ってきちゃうんかこれ。いや、ほんと、岡村にね、解決してもらった試合がね、かなりあったわ。ありがとうな、ほんとに。成績多分、平田何打点か覚えてないけど。まあ、でもちょっとあの時と環境違うからな。その割に20本打ったのはもう上出来だと思う。4割5人20本 8打点。ガチャガチャ枠やからな、これでね。大出世ですよ。